書道と伝統芸術を組み合わせた造形芸術である。書道が音楽や舞踊等と結びついた舞台芸術を組書道と称している。古来より書道は文字を素材として美的な様式への思考を見せ原始的な美しさを備えていた。このことは今日文字が書作の素材となり、それを通じ書の美を表現することによって太古の文化に思いを寄せてきた。 芸術とは、ある素材をもとにした美の創作表現であると言われている。書道も音楽も舞踊も、それぞれに、素材は異なるが、美の創作表現である。組書道の特徴は、即興的ピアノ演奏をし、書家が硯で墨をすり始め、次節にちなんだ古事や進言を、音楽から得た浄土を力に書に表す。ピアノ演奏と書道を融合するものである。作品制作については、 髪をやや斜めに立てて、髪に向かい合う。左足を約半歩引き、左膝、右膝の順について、正座をし、座礼をする。墨をすりり、筆を持ち、立ち上がる。筆順正しく、字型の整った言葉や文字を書く。毛筆文字、変体仮名、ひらがな等は、洋筆、うん筆要領、よく正しく書く。書き終えると、再び正座をし、座礼をする。 組書道、お式書道は視覚芸術である。音楽は聴覚芸術である。舞踊は現象の表現芸術である。書道は舞踊家のように動的なものと実在を残し得る視覚芸術を持つ。その書道が聴覚芸術である音楽と溶け合ったものが組書道である。塚田康信、西安比林の研究株式会社東宝書店。 1983年6月10日、初版、223ページ。アホナオヒコ、書道とは何か株式会社キクラゲ社。1992年9月30日、3ページ。太平洋編、ロシアの音楽、ロシアの演奏家、音楽現代第49巻第11号通り583号、芸術現代社会。2019年11月1日、16ページ。 アホナオヒコ、図解文字の書き方辞典、株式会社キクラゲ社、2002年7月25日、第5、5ページ。白川聖、漢字株式会社、岩波書店、1970年4月25日、43、2から24。アホナオヒコ、図解文筆書き方辞典、株式会社キクラゲ社、1998年9月20日、4から6。 組書堂、カルチャー日本、文化庁、2020年10月26日閲覧、オリンピックパラリンピック文化プログラム、組書堂、文化プログラムプレスセンター、2020年10月26日閲覧、ありがとうございます。